泣いても笑っても今回で15セットで終わりたいと思います。何やってるんだお前はっていう感じでしょうが、今回は一気にいきたいと思います。ではですね、11セット目参ります。軽い気持ちでいっちゃいましたが、ここを乗り切らなければいけないんですが、おっと虹で稲妻走ってる。いきなり期待が持てる。自力で引けていきいます。ドラララララおやじ、さあドラララララでブラッフォーと、さあ4枚目チャカ、5枚目はドラララララでふんがみ、よく見てきます。6枚目アンゼロ、さあ演出は十分来てくだ、何を見たんでしょうかね、何を見たんでしょうかね、うん、私にはわからないですね。8枚目、うん、どうなんでしょうかね、うん、大爆死、大爆死、当たっているのに大爆死、かなりやけを起こしております、やけになっております、大爆死。焼けだな、焼け起こしてますよ、うん、こいつ、あ、上がるわけない、どうでもいいぞ、闇が深くなってきている。11セット目はなかったことになりますね。はい、12セット目ですね。ここも自力、あ、ここは2枚以上確定ですね、2枚以上確定です。安心して見ていきましょう。稲妻は当然走ってますね。はい、事務用のことで言っております。はい、ドラララナでジェイガイル、ドラララララジョンさん、さあどこ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 タマミー、さあドラララララ赤ちゃん、5枚目そろそろ、お、来た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 、ジョセリサ、うん、アビリティは上がってほしい、ジョセリサ、さあ6枚目どこどこどこどトニオさん、7枚目がどこどこどこジョスケ、8枚目、うん、あ、これラストですね、うん、やはり出たか、無駄でよ、まあ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 、こんなもんでしょう、まだ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 いきます。おっと来た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 、ジョンソンブロフォーと3枚ですね、大当たり、うん、数は当たってるんです、数は、はい、どうなんでしょうどうなんでしょう、ムダディオがプラス6で義務教育終了、さあアビリティは上がってくれました、プラス8、ありがとう、プラス8は嬉しいですね。さあ気を取り直して13セット目、14セット目も自力で引かないといけないです。では13セット目参ります。さあ泡の色は、泡の色は虹、1枚確定、稲妻が走ってほしかった、ジョナスさん、どこ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 ネズミ、さあ3枚目旦那、4枚目赤ちゃん、さあ5枚目どこ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 ロハン先生、6枚目は
ジョナスさん7枚目どこどこ稲妻走っていますがねえズミ演出が分かってると楽しくないですね。さあ慶長で最後の1枚は何が来る、ドーン、違う上杉が来ました。お前の方じゃない、お前じゃない、上杉は上杉でもお前ではない、でもこいつも強いからありがとう。さあ虹ヤスコが来ました。ヤスコ新キャラが来ました、ありがとうございます。これで新しい上杉が来れば降臨キャラユニット、コンプですね。ああ一応は降臨キャラコンプということでいいのかな。ブラフォーと何か報われてきた気がします、ありがとうございます。何か引けそうな気がしてきました。引けそうな気がしてきましたよ。ジョウスケの演出がなかったですね。ジョウスケも見させてもらいます。ジョウスケプラス8のままだ。どうも演出がない場合は、確定以外は上がってないようですね。こっちじゃない、はい。気を取り直してね、14セット目ですね。では参ります。さあ玉の色は何色だ、虹、2枚以上確定、よかった。いきなりそして出てきてディーパース。さあどこどこど、さあ幸先はいいです、幸先はいいです。もう1枚欲しい、ドラララララ。いいパスよく見かけるようになった。どこ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 、スピーディーダンス、これで4枚目。どこどこどこ、ジョースケ5枚目。どこ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 、旦那6枚目。ふんがみゆうや7枚目、これは2枚確定か、2枚のみ。さあ8枚目、どう、あゆかこですねゆかこです。あ風、やっぱり風間違えてますね。何かがおかしい、何かがおかしい、何かがおかしいぞ、何かがおかしいぞ。今までがバカつきだったようですね。今までが運が良かったみたいです。さてかわかりやすく、まあ、バカつきなのですけどね。さあいいところで回ってきております。ゆかこも来てます、ゆかこも来てます。いやー大台に乗っちゃいました。いいパスプラス4、そして奥安くんはプラス2、ちょっと強くなりましたね。さあ泣いても笑ってもこれがラストにしたいと思います。15セット目ですね。さっさと参りましょう。では15セット目参ります。さあ運命の15セット目、3枚以上は確定なので稲妻は当然走る。しかし走り方が遅いのでちょっと心配です。さあ4枚以上来るか、3枚は確定です。ジョセフ3枚目、ドラララララで大親父4枚目、ドラララララ、タマミー
さあ5枚目で来そうだが、イギリ6枚目、どこ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 、さあどうだ、ヤスコピックアップはヤスコか、残念すぎる。そしてリザー、いやーもう終わりですね。はい、ダキケイチョウ、はい、終了です。今回は終了いたしました。SP キャラは引けることはなかったようです。その中城太郎、四太郎は来ましたが来ることは、なかったようです。残念です。ありがとうございました。はい、ね、一応最後まで見ていきましょう。いやー本当にね、来てほしかったんですけどね、今回は涙を飲んで諦めることにしましょう。次回を楽しみにね、頑張っていきたいと思います。悔しいな、本当に悔しい。4枚当たってるんですけどね、悔しい。よったろい、義務教育終了、ハンティングも上がりません。はい、というわけですね、いいところなしで終わってしまいました。これ以上は多分引くことはありません。ありがとうございました。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。序列が回っておりません。ではですね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。